この、 あのパソコンは、はい、アジャストスライダーっていうものがありまして、角度を変えて、お使いになれますと。で今この状態は、ベーシックモードといいまして通常の、ワープロ、オフィス、それから、メールとかの時に使えます。で一つ、倒しますと、タッチスタイルという形で、まあ、こういうタッチを使えるような形になりますね、はい。で今回、今までなかったのがこの、ペンモードという形です。ここで、ペンモードとペンモードのラインをここでこう感知して、色調を変える、それからこのペンナビというものを出してペンが使えるようなモードにしています。でさらにこちらのペンモードにしますとこのお手つきがしないモードになります。いくらこう触っても大丈夫になりまして、こういう感じで書けるようになります。これが今回の特徴になりますね。こういう形で手をつけても反応せずにしっかりと字が書けますというのが今回特徴。この機種にないんですけど、こっちに来てもらえると今回は上位機種にはこのインテルさんの、リアルセンス 3D カメラというものを載せています。で、3D で振動を検出するので、まあ、これはあのちょっと顔をこう見てますので近づくと近づく離れると離れる。アバターが追従しますね。こんな感じ。今回パソコンとしては世界初という形で今回搭載させていただきました。まあ、将来的にはこういった 3D プリンターを繋げてデータをそのまま出力するといったことが今後やろうとしているんですね。アバターはどういったところに使うんですか？まあ、これちょっとあのデモなので、まあ、こういったことができますというまだ提案の段階です、ね。ですので、まあ、こういったゲームの中で自分と同じ連動したり、あるいはあのデモしてた時にそのビデオチャットでこの背景を消して自分だけこうインポーズで載せる、まあ、そういった形で今後いろんなアプリが出てきます。このカメラを使ってあのもう、はい、フィギュアが作れるぐらいの使い方ができるんですか？ちょっと物によりけれど、あの解像度の話とそれからプリンターの精度の話ありますので、はい、どうもありがとうございます。ものすごい細かいものができるかというと、まあそうではないですけど、ある程度のものはできます。そのアバターぐらいの、アバターぐらいのそのイメージがちょっと同じになるかわかんないですけど、まあそこにちょうど人のデータがある。私のキャストやつ、このくらいの、そうですね、こういったものでいい。